バスケットボールファンの皆さん、こんにちは。この時間は令和5年度高知県高等学校バスケットボール秋季選手権大会男子決勝、明徳義塾高校対高知中央高校の試合をご覧いただきます。この大会は3年生にとっては最後の大会になります。令和5年度第76回全国高等学校バスケットボール選手権大会、通称ウィンターカップの高知県予選を兼ねた大変重要な大会です。高知県大会は男子が26チーム、女子が22チーム参加して、各会場で熱戦が展開されてきました。そして男子の決勝は明徳義塾高校と高知中央高校の対戦となりました。この両校は4月の高知県高等学校春季選手権大会、5月の高知県高等学校体育大会の決勝で対戦しています。いずれも明徳義塾が勝って高知中央を倒して優勝しました。ちなみに過去5年間のウィンターカップ高知県予選での両チームの対戦成績は2勝2敗となっています。高知の高校バスケ界を牽引する2校が激突する決勝戦、ウィンターカップ出場をかけた激しい攻防が期待できそうです。それでは男子決勝の解説者をご紹介します。高知工業高校バスケットボール部コーチの竹内智弘さんにお願いしています。竹内さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、明徳対高知中央という対戦になりましたけど、この男子決勝、まず、試合のポイントというとどんなところになりますか？はい、そうですね、明徳義塾高校さんも高知中央高校さんも、留学生、デイビッド君とですね、アリュー君を、インサイドに、配置しておりますので、まずこのインサイドの、留学生同士の、戦いとですね、あとそのよ、インサイドの選手以外のですね、4人の選手がどのように、関わっていくのかというのが非常に大きなポイントになるんじゃないかなと思います。非常に、ね、楽しみな好ゲームが期待できそうですね。それでは早速試合の模様をご覧いただきます。それでは明徳義塾高校のスターティングファイブをご紹介していきます。ガードの宮本咲也、3年生です。9番はセンターオチェ・アントニー・デイビッド、1年生、2メートル6センチ。13番はガードの杉本春人、2年生です。22番はフォワードの三藤兵庫、2年生、180センチあります。23番はフォワード狩野哲平、この人も2年生、183センチ。そして明徳を率いますのが中村哲弘監督です。38歳、通算監督歴は4年になります。続きまして高知中央高校のスターティングファイブです。10番はガードの山田天馬、3年生キャプテンです。13番はパワーフォワード赤松慎之介、3年生183センチ。34番北村聡、3年生。39番はジャイ・アリウ・モッチ、2年生セネガルからの留学生です。196センチあります。91番はガードの柳田啓太、2年生。以上のスターティングファイブです。高知中央高校。そしてこの高知中央高校を率いますのが吉田正弘監督です。35歳、まだ監督になって、若い監督さんです。さあ、注目の男子決勝、明徳義塾高校対高知中央高等学校の試合、まもなく始まります。さあ、まずジャンプボール、白いユニフォームが明徳義塾、ブルーのユニフォームが高知中央高校です。まず明徳義塾にボールが渡りました。さあ、竹内さん、両チームとも非常に得点力の高いチームだと思いますけども、はい、この試合どうなんでしょう。やはり点の取り合いになっていくんでしょうかね。そうですね、点の取り合いも一つ大きな見どころになるかなと思うんですけども、はい、まあ、両チームは非常にディフェンスもいいチームですので、守り合いのパターンももしかしたらあるのかなというふうに思いますね。明徳義塾は、今大会2回戦で宿毛工業を147対42、準々決勝で須崎総合を106対40、準決勝で高知高校を99対69で下しまして、この決勝に勝ち上がってきました。準決勝までの3試合で平均得点が117点、平均失点は50点と非常に失点の少ないチームです。そして高知中央高校は2回戦で高知オズを95対44、準々決勝で中村を143対31、準決勝で高知工業を92対68で下しまして、この決勝に中央は勝ち上がってきました。中央高校は準決勝までの3試合で平均得点が110点、3試合の平均失点が明徳より少ない48点ということになっています。
3試合の平均得点がやはり100点超えという両チームですからね。そうですね、非常にこう得点力のあるチームだと思いますね、はい、そしてこの明徳のひときわ目立ちます9番の、デイビッド選手、1年生で高さ2メーター6センチあるんですよね。大きいですよね。2メーター6センチというとあの NBA のレイカーズの八村塁とサンズの渡辺雄太、あの2人が共に2メーター3センチですから、あの2人よりも3センチ大きいということですからね。そうですね。23番のこれカリノですね。試合が始まって第1クォーター1分半が経過して、田辺さん、両チームまだ無得点というのはちょっと珍しいんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、決勝戦ということもあってですね、はい、ちょっと両チームまだ硬いかなと思いますね。今のフリースローも外れましたので、はい、ちょっとまだ硬い感じがありますね。やっと明徳義塾が先制しています。ちょっとね、こう両チームその硬さもあってイージーシュートをこう外しているような感じですよね。そうですね。91番は柳田、この人も中央高校を支えています。山田天馬のスリーポイント、あ、決まった。いいですね、最初にこうスリーポイントを打って入るということはこの後ディフェンスがこう広がっていく可能性もありますので、中はすごく攻めやすくなるんじゃないかなと思います。中央高校のキャプテン山田天馬は157センチ、チームを引っ張っています。ここで笛が鳴りました。トラベリングですね。やはりこのデイビッド中央高校はどう抑えていくか、非常にこの試合ね、大きな鍵を握りそうですね。そうですね、はい。中央高校のボールです。柳田君も1年生の時からですね、はい、試合に出てますので、こう彼のゲームメイクも一つ注目すべきポイントかなと思います、うん、この柳田まだ2年生です。さあアリウ、メイトクのボールを釣った宮本を持っていく。この三道、22番の三道のプレーにもご注目ください。いいシュートが決まりました。このリズム変えて綺麗なステップですね。中央はこの柳田がボールを持って中に入っていきます。さあ北村外にボールを振って、これはミスが出ました。中央ボールです。静かな立ち上がりと言ってもいいでしょうかね、両チーム。そうですね、ちょっと明徳義塾さんの方がディフェンスのプレッシャーをちょっとかけ始めましたので、はい、中央高校さんこれ負けないように、攻撃していきたいですね、まあ、力的にはね両チーム拮抗していると思うんですけども、まあ、高知中央としてはね、県大会決勝で高知の予選で連敗していますので、なんとかね明徳義塾に借りを返したいってことでしょうね。そうですね、はい。杉本、このスリーポイントは決まりました。さあ早い攻め、北村自分で持っていって難しい体勢でしたが、この辺り攻守が目まぐるしく変わっていきます。三道、さあ彼のどこにパスを出す。宮本に一旦ボールを預けます。その宮本自ら切れ込んでいく、決まりました。うまいですね、ブロックされないようにリズム変えてシュートしましたね。さあ明徳義塾がまずリードを奪っています。さあもっと動けと柳田、山田にボールを預けて赤松打っていった。ああ、これは決まりました。よく決めましたね。いいスリーポイントが決まりました。赤松、この試合勝った方がウインターカップ本戦に進むことができます。どちらも絶対に負けられない試合。振り向きざま、彼のいいミドルシュートが決まりました。もう狩野君もインサイドもできますしアウトサイドもできますので、はい、あそこのこう赤松君との、1対1のところも見どころですね。楽しみですね。さあ柳田一旦外に振って、反転していいシュートが決まりました。39番のアリウ、この人は196センチあります。
ラリュー君はサイズもあるんですけど、はい、非常にこう外からのプレーも得意としていますので、もしかしたらアウトサイドからのプレーが一つキーになるかもしれません、うん、やはりねこの2メーター6センチのデイビッドとね196センチのアリューがコートにいるとねなかなかこう迫力がありますよね。そうですね。これはファールを取られましたかね。ファール取られましたね。ボールよりその前の接触のところ多分取られたんじゃないかなと思います、はい、フリースローを打つのはサンド。2投目ここはしっかりと決めてきました。すかさず同点に追いつきます明徳。まだ両チーム静かな立ち上がりです。第1クォーター、北村その前に立ち上がる。ちょっと合わせたいですよね、うん、ハートの4人が。サンドどこに出す。さあデイビッド、サンドのスリーポイント、あー決まった。やはりこの人いい選手ですよね。そうですね。メイト君も最初のスリーポイントになるかなと思いますので、これからちょっとどういうふうな展開をしていくのか、見たいところです。アリウのスリーポイントはリングに始まりました。さあメイト君、サンド中にデイビッド振り向きざま、リバウンドは中央ボールです。さあ中央速い攻め、ここはゆっくりと体勢を作っていきます。ここ中央、さあ柳田自らジャンプシュート、いいですね、うん、あえてボールをプッシュしてですね、はい、ペイントエリアにこう進入していってフィニッシュしていくというのはすごく、いいプレーだと思います。サンド、カリノ、さあ杉本、なかなか中にボール入れない。ドリブルで、あこれもいいヒートが決まりました。サンド今日当たってますね。サンドはね、当たってますね。彼をどう止めるのかっていうのも一つの、課題になるかなと思います。パスは大丈夫。さあアリュー、アリュー自ら持っていった、決まらない。さあ今度はメイトの攻め、杉本、宮本のスリーポイント、ああ来た。宮本君も非常にこうスリーポイント得意としてますので、いいシュートですね、うん、はい、中央高校さんはちょっとアリュー君にボールが渡ってないですので、はい、ちょっとまずそこで一度入れてですね、うん、ゲーム作りたいなと思いますね。それは明徳のディフェンスが効いているということでしょうかね。そうですね、なかなか中に入れさせないようにしっかり守ってるっていうことだと思います、はい、リバウンドは明徳です。サンドはゆっくりとボールを中に持っていきます。宮本、杉本、さあ仮のどこに出す、自分で打っていくか、あなたの連携ですよね。そうですね、8点差がついたところで高知中央高校吉田監督たまらずタイムを取ります。第1クォーター最初のタイムアウトですね、今みたいにですね、はい、こう狩野君のアタックに対してですね、アリュー君がヘルプに行くとどうしてもデイビッド君が空いてきますので、うん、そこをついたプレーだったと思います。35歳というまだお若い監督です、吉田正弘監督です。中央高校は現在1年生が15人、2年生が7人、3年生が14人と、合計36人、マネージャーさんを含んで36人の部員を擁しています。ベンチメンバーの平均身長が 172.9 センチ、ベンチメンバーの平均身長だけで比較しますと明徳は 179.7 センチあるんですね。ちょっと身長差はあるようですね。そうですね、ここはどんな指示が考えられますか。
そうですね、まずオフェンスがうまくいってませんので、うん、そこの修正をしてるんじゃないかなと思います。オフェンスの修正、アリウープにボールをもう少し入れるとか、はい、周りの4人がしっかりバランス、フロアバランス取るとか、そういった話になってるんじゃないかなと思いますね。さあ赤松がボールを入れて、クリアになりました。いいですね、ああいうふうにこうファウルをもらっていくっていうのもすごく大事なことですので。また中央ボールです。ここで選手が1人変わりますね。1年生が出てきました。中央高校長島龍、168センチの選手。柳田がもっとチベと赤松、キャプテンの山田、また赤松に、さあ柳田自ら打っていくのが、あー来たー、いいですね、今日山田君2本目のスリーポイントですね、はい、キャプテンの山田天馬、いいシュートが決まりました。サンドはね、ドリブルしていくと道が空いていくような感じですよね。そうですね、最初の方からですね、はい、こうオフェンスリバウンドのところはちょっと明徳さんの方がこう取ってますので、ね、うん、中央高校さんのディフェンスリバウンドを、しっかり抑えていきたいところですね。これはリングに嫌われた。リバウンドは中央山田、2m6cm を157センチがかいくぐって見事なシュートを決めました。いいプレーですね。もう長島君が三藤君にちょっとフェイスガードをしてますね、はい、ボール持たさないようにひっついて守ってますね、うん、さあこれはいいパスが通って、イージーシュートを外した。上がなりました。ああいうシュートはね、やはり決めておきたいですよね。そうですね、この赤松のシュート、その後ね、アリウがフォローに行ったんですけどね。三藤君のファールですね。ですかね。フリースローは高知中央、お互いフリースロー1投目全部外してないですかね、ここまで。ちょっと外れてます ね、はい、まあ、しかしね、力のあるチーム、拮抗したチームだけにね、ああいう1点1点がね、終盤になるとちょっと物を言ってきますからね。そうですね。さあ4点差に詰め寄ってきました。デイビッドどうする。長島君いいディフェンスしてますね、うん、大丈夫です。あー、これは宮本でしょうか。いいジャンプショット決まりましたです、ね、今のも、ルーズボールが全部明徳さんの方に、転がってますので、ね、はい、あれを抑えていきたいですね。さあ第一クォーターもう10秒切っています。さあもうシュート打つしかない。今ブザー、第1クォーターが終了しました。22対16、明徳塾6点のリードで第1クォーター終了しています。明徳義塾の6点リードという状態で第2クォーターがこれから始まります。中央ボールから、さあ第1クォーターが終わって、ここまでの両チーム、竹内さんいかがですか。そうですね、お互いにこうなかなかシュートも入らなくてですね、うん、停滞する時間帯も、あったりですね、はい、まあ、ちょっと硬さが、まだちょっと見えるかなという感じですね。まだちょっと、2クォーター目で、どういうふうに、修正を両チームがしてくるかというところですね、うん、さあデイビッド、第2クォーターのファーストシュートは杉本、これは中央ボールに変わります。さあ早いですね、柳田道がど真ん中に今空いてましたね。そうですね、ドリブルしながらですね、はい、こう状況を見て、パスをするぞってこう見せておいてですね、あ、なるほど、まあ、実際にこう自分で切れ込んでいくという、うん、非常にこういいプレーですね。宮本、デイビッドにボールを渡す。さあデイビッド外に大きく振って、狩野、
ここで笛が鳴りました。24秒ですね。24秒以内にシュートを、ね、打たなければいけないというルールですよね、はい、34番の、北村です。長嶋君今変わりましたけど、はい、三藤君にですねこうずっとひっついて、うん、プレッシャーをかけてですね、はい、いいディフェンスしてたと思います。やはり中央もこの三藤はやはりマークしなければいけないと思ってるわけですよね。そうですね。ディフェンスメイトグさんゾーンに変えましたね、はい、リバウンドはメイトグ。まだここまでメイトグ4点リード。早い攻め三藤。あーダンクが来た。いやいや2メーター6センチありますからね。そうですね。やっぱり三藤君がドリブルで引きつけて、はいはい、いいパスしましたね。ただねその後すかさずこれいい攻めでね点を取っていきます。この今のプレー余裕がありますもんね。そうですね。ただこの後の、ね、直後のこのプレーも良かったんじゃないですか。アリュー。そうですね。決められた後にすぐにこうリスタートして、はい、攻撃に、行きましたのでいいプレーですね。んこれも決まりません。中央高校4点差でひっついています。彼の宮本に一旦ボールを預けてんデイビッドがマークに入っている。なあいいシュートが決まりました。決めたのは宮本ですかね。そうですね。デイビッド君とですねピックアンドロールで、はい、アドバンテージを作りに行ってますのでノーマークになりましたね。さあ柳田自分で持っていく柳田。これはルーズボールになったがこれはサイドラインに持っています。中央ボールでしょうか。そうですね。今のもこうメイトグの選手はボールを追いかけていっているので、はい、中央高校さんもちょっと追いかけてですね、うん、マイボールにしていきたいですね。これは大きく外れています、ね、オフェンスもそうなんですが、このディフェンス面は両チームここまでいかがですか。そうですね。2クォーターに入ってですね、ちょっとメイトグさんがゾーンディフェンスにちょっとチェンジングしてますの、はい、で中央高校さんは、マンツーマンで、継続して守ってますね、うん、中央高校はねこうびったりね本当にマンツーマンできっついてる感じですよね。そうですね、うん、これフェアありました。ファールです。お互いにですねどちらを優先してですね、はい、この流れを作っていくのかっていうところですね。オフェンスを重視してまず点を取りに行くのか、うん、失点を防ぐようにですねディフェンスの方からしっかり入っていくのかっていうところですね。明徳は、背番号4番キャプテンの小村総太郎がコールに入ってきました。んまた笛です。今のは宮本君のファールですね。中央ボールに変わります。5番が宮本。スクリーンに行った時に必要以上にこうシリンダーを動かしてですねこう押したんじゃないかなと思います、ね、さあ柳田に宮本がひっついている。厳しいマーク。一旦アリューにボールを預けます。その前にデイビッド。アリュー。あーデイビッドのマークをかいくぐって見事なシュート。そうですね。中でもらえないのでちょっと外へ出てきて外から仕掛けてますね、はい、アリスが。オモラのスリーポイント。これはリングに嫌われました。まだメイドボール。さあサンド今日当たっているサンド。これもリングに嫌われた。さあ中央高校これはチャンス。少しでも点を詰めておきたい。ファールがありました。田村が、ね、難しい体勢から今シュートを打ちに行きましたがここでファールがありました。です、ね、中央高校さん今みたいにこう守って、はい、こう早い展開で得点が取れたら一番リズムが取れるかなと思いますね、うん、これはしっかりと1回に決めてきました北村。
さあじわじわと追い上げてきました高知中央。あっと2投目外れて、さあまだまだこの試合どちらに勝敗転ぶか全く分かりません。外に振って、その前にアリュウがいた、知りたいですね。さあアリュウ持っていったが、その前に高い壁、いや決まりました。今ね両手でブロックに行ったんですけどもね、デイビッドがね、そうですね、今ちょっとフェイントかけたんですよね、あれね、空中でうまくバランス取って、はい、リズムを変えたっていう感じですね、うん、キャプテン野村、さあ柳田中央逆転のチャンス、赤松シュート決まりません。守りたいですね。三道早い攻め、三道やっと今自分の足にボールが当たったでしょうか、エンドラインを割っています、中央ボールに変わります。第一クォーターが終わったときは6点差がついて明徳がリードをしていましたが、もう1点差まで高知中央を追い上げてきました。そうですね、ちょっとずつこうリズムが出てきた感じですね。ただどうでしょう、まだ流れは五分でしょうかね。そうですね、まだ流れは五分という五分ですね、はい、さあキャプテン野村、杉本にボールを預けて、その杉本特にボールを出す、宮本なかなかパスの出しどころがない、この辺り固い中央高校のディフェンス。さあデイビッドどうする、反転して難しい体勢から決まりました。よく決めましたね。中央高校は赤松君が、はい、三道君に今ぴったりとこうマークしてますね、うん、柳田反対に振って山田、キャプテンの山田、これは決まりません。アリュウナイスリバウンドですね。さあまた1点差まで追い上げてきました、こう中央、まだ試合、まあ、完全な拮抗状態。宮本のシュートは外れました、リバウンドは明徳ボールに。さあキャプテン野村、宮本スリーポイント、中央ボールに変わります。柳田自分で持っていって柳田、ついにひっくり返しました。そうですね、前1クォーターにもありましたけど、はい、周りを見ながらですねパスするぞと見せて、うん、で最後自分で持っていくっていう、柳田君の得意なプレーですね。そうなんですね。杉本、これはいいパスが通った、また反転して、これも決まらない。ちょっと中央高校に少しずつこの第2クォーターは流れが傾きつつあるんでしょうか。赤松、アリュウ自ら持っていく、アリュウ決まりました。今の中央高校さんはこのアリュウ君のアウトサイドからのプレーが、はい、ちょっと、いいリズムを生んでますね。さあここは明徳、今度はねちょっと頑張らなければいけませんね。そうですね、ここからどうするかですね、はい、これはいいパスが通りました、外した、柳田早い攻め、アリウノールックパス、いいコンビネーションだったですね。そうですね、やはりデイビッド君がブロックに飛んでしまうと、はい、どうしてもアリウ君がノーマークになってきますので、今度はたまらず明徳義塾高校がタイムアウト。今のプレーここですかね。あ、これは柳田のシュートですね。これですね。さあ明徳
中村監督、ここはどんな指示でしょうかね。そうですね、有雄君に今やられてますので、はい、まずそこの修正と、うん、今攻撃の方もこ うまくいってないですので、はい、ピックアンドロールとかインサイドアタックとか、ちょっとそういうところも変化を与えようという、うん、指示をしたんじゃないかなと思います。2メーター6センチあります。明徳の9番オチェ・アントニー・デイビッド選手、そして中央高校の39番ジャイ・アリウ・モッチ選手、2年生。明徳はここで引き離されてはいけません。杉本、パスが乱れた。ルーズボールはファールがありました。転倒しているのは中央高校の赤松。狩野君のファールを取られたんじゃないですかね。その赤松がボールを入れます。宮本がひったりついている。さあ、有雄、これはちょっと連携がミスになりましたね。すまんすまん、柳田。さあ、依然4点差、中央高校のリード。宮本、杉本、さあデイビッド、どこに出す。いいパスが通った。いいプレーですね。1クォーターの最初の方からですね、はい、ローポストにボールが入った時に、カッティングをしてきてですね、ゴール下でダイブしている選手が多いですので、うん、もしかしたら意図的に狙ってるかもしれないですね。山田とアリウのコンビネーション、やはりこのアリウに、ね、パスが当たると中央高校得点力増しますよね。そうですね。デビット、どうする。デビット、反転して、これはリング切られました。中央ボール、依然4点差の、中央高校のリード。北村、スリーポイントを打ってきましたが、これはエンドラインを割っています。アリウ選手ね、今日何本かスリーポイント打ってますけど、ちょっとスリーポイントは決まってないですね。そうですね。リング下では非常にいい動きを見せています。39番中央のアリウ。サンド、いいパスが、デイビッド、これは難しい体勢ですが、これも決まらない。デイビッド自身の足にボールが当たってエンドラインを割りました。中央ボールに変わります。第2クォーター残り1分を切りました。前半の終わりになってきますので、はい、どういう終わり方をしていくのかというのがすごく大事ですね。アリウ、当たっています。アリウ、第1クォーターが終わった時には6点差で明徳がリードをしていたんですが、さあ今は中央高校6点リード。これはデビッドが決めました。よく決めましたね。さあ残り時間、第2クォーターまもなく10秒を切ろうとしています。さあ柳田、最後中央、得点することができるか。打っていく、ここでブザー。第2クォーターが終了しました。第2クォーターが終わって37対32、逆に今度は中央高校のリードと変わっています。男子決勝、解説には高知工業高校バスケットボール部コーチ竹内智弘さんにお願いしています。竹内さん、前半が終わりましたが、振り返っていかがだったですか。
そうですね、あのお互いに試合の入りは硬い部分がたくさん見られたんですけども、徐々に硬さも取れてですね、本来のプレーに近づいてきたんじゃないかなと思います、うん、明徳義塾さんも中央高校さんも、まあ、前半終わってですね、スリーポイントがお互いが3本ずつ、と思いますので、あと後半、このスリーポイントがどう伸びてくるのかというところと、あとこの留学生のマッチアップと、ところでいくと、まあ、前半2クォーター目だけですけども、アリュー君が、21点中16点、はい、を取ってますので、後半は明徳さんはここをどう抑えるのかというところ、うん、で中央さんは前半同様にですね、三藤君にこう厳しいマークをしてですね、リズムを取らせないということがすごくこう大事な試合になるんじゃないかなと思います、うん、特に5月 の、ね、インターハイの高知県予選の決勝では、明徳義塾に中央は32点差、97対65と圧倒的な大差で、ね、中央は敗れたわけですけども、ここまで、37対32、逆に中央5点明徳リードしてますからね。そうですね、やはりインターハイ予選終わって、4ヶ月5ヶ月ぐらい、ね、はい、ある中で、しっかりと自分たちのバスケットを修正してきてるんじゃないかなと思います。ね、さあこれからまだまだまだ楽しみな第3クォーター、まもなく試合再開です。第3クォーターです。高知中央がご覧のように5点のリードで第3クォーターが始まります。明徳ボールから杉本、ゆっくりとボールを持って、その杉本がスリーポイントを打ってきましたが、これはリングに蹴られました。そのまた杉本がリバウンドを取って、今日渡っている三藤、その前に笛が鳴りましたか。デイビッド君のオフェンスファールですね。このスクリーンのあここですね、一度動いちゃいましたね。中央ボールに変わります。第2クォーターだけでいうと21対10と中央はね、ちょっと明徳圧倒しましたよね。そうですね、アリウ、アリウどうする、外に振って赤松のスリーポイント、フラリングに切られました。さあ今度は明徳早い攻め、三道にボールが渡ると明徳非常に得点のシーン増えていきます。リバウンドはまた明徳に、中央高校さんディフェンスリバウンド頑張りたいです ね、 そ, うですね、その三道難しい体勢から、いや今難しいシュートだったんじゃないですか。そうですね、空中でこうディフェンスをかわしてですね、はい、ダブルクラッチよく持っていきましたね。さあ明徳ここからどう詰め寄っていくか、中央高校からここからどう引き離していくか。赤松のシュート高い、デイビッド、さあ明徳早く同点、そして逆転に持っていきたい。宮本、宮本がシュートを打ってきました。さあアリュー、ここは素早く明徳ディフェンスに戻っています。アリュー、よー来たー、かなり遠めのスリーポイントでしたが、決めたのは34番の北村聡。いいシュートですね。アリュー君がドライブしてですね、引きつけてキックアウト、はい、してそのままエキストラパスで北村君が決めるという、非常にいいプレーですね。これはいいパスが通って三藤、今のプレーは前半から明徳義塾さんが続けているプレーですね。デイビッドと三藤のコンビネーション、このね、アリウのスリーポイントはちょっと今日決まってないんですよね。今はもう少しこう落ち着いて1本、はい、取りに行ってもよかったんじゃないかなと思いますね。さあ4点差、ここからどう立て直していくか。明徳三藤、杉本のスリーポイント、デイビッド、
今選手弾き飛ばされましたが大丈夫。来ました。決めたのはこれ杉本ですかね、13番。そうですね、杉本君も非常にスリーポイント得意な選手ですけども、前半ちょっと入ってなかったのでですけど、後半入ったのでリズムできてくるかもしれないですね。さあ1点差に詰め寄りました明徳。これ周りの4人ちょっと動いてほしいですね、中央高校さんは。北村ちょっとね、こうアリューがパスの出しどころがない、困ってたシーンですね。そうですね、やっぱりどうしてもアリュー君がボールを持つと相手ディフェンスは、はい、そこにフォーカスしますので、やっぱり後の4人がどう動いてノーマークを作っていくのかっていうことが大事ですね。これも来た、三道です。2年生の三道、今日当たっています。さあ明徳、試合またひっくり返しました。アリューにボールが入って、そのアリュー反転してシュートの前に笛が鳴りました。トラベリングです。明徳ボールに変わります。中央高校さんは柳田君とアリュー君のちょっとピックアンドロールから入ってみて、はい、リズム取ってもいいかもしれないですね。今1対1ばかりになってますので、はい、さあリバウンドは高知中央、柳田前線に大きくパスを出して北村、いい仕事が決まりました。いいプレーですね。さあ高知中央同点に追いつきました。第3クォーターに入ってね、同点、いい決勝戦になっています。杉本、リバウンドは中央です。1本取りたいですね。そうですね、ジャンプシュート、これはエンドライン終わりました。メイドボールに変わります。まあ、しかしね、先ほどもご紹介したように5月のインターハイ予選で32点差でね、まあちょっと大敗と言ってもいいような中央は負け方をしてしまったわけですからね。そうですね、そういう意味ではこれいい試合やってるんじゃないでしょうかね。そうですね、非常にこの大会に向けて、はい、準備をしてきたんじゃないかなと思います。カリノ中にいる、カリノこれは混戦になりましたが、シュート決まりましたか。バスケットカウントですね。ですね、デイビッドの粘り勝ち、ここですね。これでシュート決めていきますからね。今スロボコさんはトラベリングではないかとアピールしてますけどね、はい、3人がかりでも止めることはできません。このデイビッド、まだ1年生です。はい、そうですね、ボールを下へ下げたのでチャンスはチャンスだったんですけどね、ボール離さなかったですね、はい、さあそのバスケットカウントも綺麗に決めて、ただまだワンゴール差、スリーポイント一発で同点に追いつくことができます。高知中央、アリュー、ここからそうですね、あとの4人がどうするかですね。リバウンドは明徳です。杉本打っていくか、これはエンドラインを割っています。ちょっと取りましたけどね、はい、中央ボールに変わります。ボールを入れるのは赤松、前から当たりますね。ここからですね、明徳素早い帰り、さあキャプテンの山田、山田が打っていった、杉本今日当たっている三道、
逆方向へ、あー来たー、これ狩野ですね、23番。今のもこうドライブでボールを中入れてですね、はい、こうあの他の選手は中へ合わさずに、うん、外でスペースを取って、はい、あの待機してるっていう非常にいいプレーですよね。ボールが中から外へ返ってくるのは非常にシュート打ちやすいですので、うん、6点差がついたところで第3クォーター、中央高校の吉田監督がタイムアウトを取りました。ただまだこうお互い競った状態、均衡の取れたらいいゲームといっても差し替えないですよね。まだどっちかこう抜け出てるという感じではないですよね。そうですね、ここは吉田監督どんな指示でしょうかね。そうですね、まあ、今のやられ方、ここ何本かのやられ方というところで、はい、やっぱアウトサイドを起点にやられてますので、そこの修正だとは思うんですけど、あと攻撃がやっぱり少し停滞してますので、はい、その辺のこう指示を出してるんじゃないかなと思います、ね、なるほど。まあ、リング付近に、ね、このアリウ選手がボールを持った時にちょっと、ね、パスの出しところ困っているシーンが何回かありましたもんね。そうですね、先にコートに戻ってきました明徳。しかしまだまだ6点差、全くこの試合最後まで分かりません。昨年のこのウィンターカップ予選、高知の予選決勝戦は明徳が、68対60で、粘る中央を振り切って本戦出場を決めています。んこれはパスカット、ここでミスが出ました。あまり見ないですね。そう、狙ってなかったですね。中央高校さん今失敗しましたけど、はい、アリュー君にボールが入った後にこうダイブで飛び込んできましたので、うん、少し修正をしに来たんじゃないかなと思いますね。ここですね、なかなかパスの出しところがね、止まっちゃってますので、うん、アリュパス通った。ここですね。さあ赤松無理で体勢からシュートを打ってきましたが、あナイスリバウンドですね、はい、キャプテンの山田スリーポイント、うん、またリバウンドはこう中央、やっと高い2メーター6センチ、立ちはだかるという言葉がぴったりくるようなディフェンスですよ ね。サンドん、あーとこれはボールよく取りました。エンドライン待っていません。ああいうプレーはこう非常にこうチームに活気を与えますから ね。杉本またリバウンドは明徳。さあ今度は中央の攻撃、知りたいですね、早い展開、山田、あーいいシュートが決まりました。いいプレーですね。1対1の状況でしっかり状況判断して、はい、自分から持っていきましたね。さあ4点差に詰め寄っていきます。こう中央、参道から狩野、その狩野自ら打っていくか、うん、デイビッドリバウンドはこう中央。さあ第3クォーターの残り時間が少なくなってきました。この攻撃でね、なんとか1本決めて詰めておきたいですね、こっちを ね。得点差わずかに4点、赤松のこれはシュートは外れました。さあ今度は明徳の攻撃、宮本ゆっくりとボールを回していきます。さあデイビッドもゆっくりとリングの中へ下へ入っていきます。サンドジャンプシュート、あー決まりました。綺麗なシュートを決めていきました、サンド。ドリブルつく前にですね、はい、ジャブステップ入れてディフェンスをしっかりずらしてですね、自分のシュートに持ち込んだと思いますね。これはメドルボールに変わります。ここで一旦立て直すか、杉本しっかり守って終わりたいですね。そうですね。第3クォーターも残り時間少なくなってきました。杉本のシュート、リバウンドは明徳、あーっと決まった。
四国シュートを打っていきます明徳。やはり前半からのオフェンスリバウンドの方に果敢にこう飛び込んでいってますので、はい、うん、それが功を奏してますね。今第3クォーターが終わりました。52対44、8点差をつけていよいよ最終クォーターへ入っていきます。さあいよいよ最終第4クォーターに入ります。明徳はここまで8点リードという展開です。前半は高知中央のペースだったんですが、第3クォーターで中央はまさかの7得点に終わってしまいました。最終第4クォーター、高知中央巻き返すためには竹内さん、どんなところが大事になってきますか？そうですね、やはり有雄君以外の4人のプレーがすごく大事になるかなと思います、はい、やはりこういかに、ね、カバーを有雄のカバーをしていくかですよね。そうですね、今みたいにですね、はい、有雄君がこうドライブをして点を取れるっていうことはもう分かってますので、うん、あとは4人がどう合わせて、はい、アドバンテージ作っていくのかっていうところになると思います。さあなんとかこの第4クォーターを取って走りたいですね、はい、そうですね。さあその中央、ちょっとミスが出たか。明徳ボールに変わります。今赤松がすまんすまんと言っていましたが、そうですね、もう少しこう自分で引きつけて、はい、勝負してもよかったかもしれないですね。さあ杉本ボールを前に出す。彼の杉本にボールを預けて、5番は宮本、今日いい動きを見せています宮本。そしてデイビッド打っていくのか、わーっときました。5番の宮本のスリーポイント、大きなシュートが決まりました。中央高校さんはまだ我慢ですね、我慢する時間帯だと思います。さあアリュー、そのアリューのスリーポイントですが、なかなかねこうロングシュートはちょっと今日アリューは決まってないですよね。そうですね、9点差がつきました。デイビッドにボールが入るといろんなことができます明徳。大きく反対に振ってサンドのシュート、リバウンドは明徳。これも来た、杉本ですかね、13番の。そうですね、やっぱりオフェンスリバウンドが取れてますので、はい、やっぱりこう思い切りシュートが打てるようになってますね。ただね、この立て続けのスリーポイント大きいですね、明徳はね。大きいですね。さあ12点差がつきました。中央はね、ここからこう引き離されてはいけませんね。そうですね、なのでこう有雄君を中心に、はい、まあ、攻めるとは思うんですけども、もう少しこうピックアンドロールとかですね、はい、こう攻めピックアンドロール使って攻めてもいいかなと思いますけど、これがありました。有雄は転倒していますが、これは中央ボールですかね。そうですね、デイビッドも多分ファールじゃないかなと思います、ね、はい、この後ですね、あ、ここですね。そういうふうに、はい、ファールをもらっていくっていうのもすごく大事ですので、今ので多分デイビッド君はファール3つ目ぐらいじゃないですかね。あ、なるほど。あ、1投目外します。アリューは2年生、セネガルからの留学生です。2本目は決まりました。このディフェンスですね。さあここでしっかりと守りたい、こう中央。さあデイビッド、デイビッドが立ちふざかる。杉本んシュートの前に触れられましたか。
そうですね。デイビッド君のファールですね。ですか。あ、今俺かという感じでしたね。今スクリーン動いちゃいましたかね。まあ、ここで10番の明徳オトゴン・バータル・ダニシャン選手が入ってきました。2年生です。この人も195センチあります。デビット君がいなくなりましたので、はい、あの中央高校さん、あのちょっとリズムが作れるかもしれないですね。アリウ君のところでどう攻めるかというところかなと思います。明徳はこのダニシャムがデイビッドの代わりをするということですよね。そうですね。赤松シュートを打てるか。赤松クリアになりました。これ明徳ボールですかね。そうですね。さあ、ここゆっくりとパスを回していきます。プレッシャーかけたいですね、もう少し。ダニシャム、杉本にボールを預けて、今日いい動きを見せている杉本。決まりました。うまいですね。巧みですね、あの辺りはね。パスカット。ちょっと流れが第4クォーター明徳に傾きつつあるか。ここでたまらず中央高校吉田監督タイムを取ります。この試合一番大きな点差になりましたかね。15点差がつきました。ここでね、気持ちを崩しては中央高校行きませんよね。そうですね。まだ6分半ありますので、はい、十分ね、追いつくチャンスありますからね。ただああいう先ほど起こったようなですね、はい、こうパスカットされて直接相手の得点に結びつくようなプレーっていうのは、ね、避けていってほしいですね。そうですね。中央ボールです。さあ、キャプテンの山田自らボールを持っていく。柳田、赤松、有利が中で待っている。ちょっとパスが乱れた。山田、ちょっとこの辺りパスが乱れてますね。そうですね。それだけ明徳のディフェンスが機能しているか。あっと、この連携も乱れてしまいました。明徳ボールに変わります。やはり多少ね、中央の選手焦りも出てきてますかね。そうですね。やはりうまくこう攻めれてないということもありますので、はい、ちょっと焦っている感じもありますが、まだ焦らなくていいかなと思いますね。ちょっとパスが乱れましたが大丈夫。さあ、ここは時間をかけます。明徳、杉本、外にボールを振ってスリーポイントを打っていく。来ました。決めたのは、まあ、三藤ですね。そうですね。18点差ですか。ちょっと、はい、明徳義塾はまたゾーンディフェンスをやってますね。さあ、パスの入れどころがない。明徳ボールですね。そうですね、明徳ボールですね。そうですね。もう一度こうディフェンスから流れ作って、ちょっと中央さん走りたいですね。そうですね。さあ、ダニシャム、杉本どうする。パスは通りません。これ明徳ボールでしょうか。そうですね。そうですね、明徳ボールですね。三藤がボールを中に入れます。その三藤にボールを預けて、その三、プレーです。中央ボールに変わります。第4クォーターも残り5分を切りました。
さあ早く少しでも点を詰めていきたい高知中央。赤松のシュート、あー決まった。ちょっと着地した時に今足をひねったでしょうか、ふくらはぎですかね。あ、三道が今一生懸命足をね押してくれてますけども、細木太陽がコートに入ってきました。明徳です。2年生179センチ、そしてキャプテンの小村もコートに戻ってきました。赤松大丈夫でしょうかね、ちょっと痛そうですけども、ね、ちょっと怪我してコートから離れるんですけど、はい、あの今の攻撃非常に良かったと思います。あの、うん、中央さんじゃない明徳義塾さんのですね、はい、あのゾーンディフェンスはハイポストが空いてますので、うん、あのハイポストにボール入れてですね、はい、あのそのあたりからこうシュートを打っていくというのは非常に効果があると思いますので、中央は1年生の長島がコートに入っています。さあダニシャム、杉本、変わったばかりの細木、ぐっとボールが手に、大丈夫ん、シュートの前に笛が鳴りました。この後ですよね、ここですね、うん、中央のファールですか。そうですね、あの柳田君のファール取られたんじゃないかなと思います、うん。シュートを打つのは13番の杉本春人、2年生。今日はね、両チームともにこの1投目がなかなかうまく決まりません。16点差、そして17点差。ちょっと太郎さん、あっとパスカット、この辺り中央高校もう一度しっかり守りたいですね。杉本、ここはさあ大事にしていきたい高知中央。アリウがボールを中に持っていく、アリウが切れ込んでいく、決まりました。いいプレーですね。一人で持っていきましたアリウ。さあ今のシュートをなんとか突破口にしたい。いいパスが通りました。これは難しいシュートをキャプテンの山田が決めました。テンポ上がりましたね、はい。さあ中央高校少しリズムが戻ってきたか。キャプテンの大村からその細木、大村のスリーポイント、リバウンドは高知中央。さあ竜一人で持っていく、持っていく、ダンクシュート決まりました。今日はお互い両留学生ダンク1本ずつ決めましたね。そうですね。さあ残り時間少なくなってきました。決勝戦ダニシャム、さあ見守しくこの辺りコースが入れ替わっていきます。アリュー、笛はなりません。細木、やっとパスカット、躍動しているキャプテンの中央山田、ちょっとアリウが倒れてますね。ここで試合を止めます。ちょっとお腹のあたりを押さえてましたかね。ああこの時にちょっと乗っかってしまったんですね選手がね。大丈夫ですか、ね、大丈夫ですね。そのまま立ち上がってさあプレイはあできそうですね。アリウ大丈夫のようです。まだちょっと痛そうですけどね。ん、中央ボール、ナイスディフェンスですね。あーこれはいい攻撃でした。決めたのは91番の柳田。もう一回行きたいですね。そうですね。
なんとかね得点差一つに持っていきたい。まずこう中央明徳の小村、さあ今日いい動きを見せている杉本、中央、さあどうでしょう。ここは明徳ボールになりそうです。んここで選手が、ああまたデイビッドがコートに戻ってきました。残り2分を切ったところでデイビッドが戻ってきました。そして23番のカリノもコートに帰ってきました。パスが、ん中央ボールに変わります。さあ早い攻め、山田、トラインを割っています。そうですね、ラインを割ってたんですね今ね。そうですね、ここでまた選手変わるんですかね。あ、明徳がタイムアウトを取りました。そうですね、今赤松くんがボールを床に叩きつけちゃいましたので、はい、テクニカルファウルが取られたんですけども、はい、テクニカルファウルのフリースローの前に明徳義塾さんが一回タイムアウトを取りましたね。リードを、ね、している明徳の方がタイムを取りました。ここはちょっと選手を一旦落ち着かそうという意図でしょうかね。そうですね、ああいうことが起こった後っていうのはちょっと落ち着かない、はい、状況も出てきますので、まあ、試合がもう終盤に差し掛かってますので、はい、しっかりとゲームを、締めるという意味でのタイムアウトじゃないかなと思います。3年生にとっては最後の試合となります。残り時間は2分を切っています。決勝戦、しかしまだね諦めの点差ではないですからね、中央は ね、 ね明徳のキャプテンの小村、さあ明徳ボール、また笛です。北村君のファールですね。ファールを取られたんですか。あ、そうですね、シュートを打つのはカリノ、明徳ボールから試合再開です。杉本、小村にボールを預けて、さあ小村、いや杉本です。デイビッドにパスが通った。狩野、二段構えの攻撃、これは大きな点が入りました。そうですね、早く攻めていくしかないんですけどね。アリウどうする、アリウ、やはりこの人がボールを持つと、中央高校、ここで宮本がコートに帰ってきました。明徳です。さあ第4クォーターもまもなく残り1分を切ろうとしています。キャプテンの大村、3度反転してカルノのスリーポイント来ました。これは大きなスリーポイント。ここでたまらず中央高校タイムアウト。吉田コーチ、
これ赤松ですね、まだちょっと足が痛そうですけども、そうですね、11点差ですか、失礼しました、13点差ですか、残り時間はご覧のように52秒と、こんな時にリードされているチームのコーチというのは選手にどんな言葉をかけてるんですかね。そうですね、まあ、もう1分切っちゃってるんですけども、はい、まあ、しっかり自分たちのやってきたことは、うん、最後までやり通せっていうところと、あとやっぱりもう少しこう、まあ、あと時間も少ないですけど、はい、もっとしっかりハードワークして、うん、っていうような話はしてるんじゃないかと思いますね。やはりね、最後のブザーを聞くまではね、どうなるか試合ね、分かりませんからね、はい、先にコートに帰ったのは明徳の選手。さあ中央ボールから始まります。アリウのスリーポイント、うーっと来た、今日初めてですかね。そうですね、今日初めてスリーポイントですね。ここでね、中央はもう一つね、そうですね、もう一つ取りたいですね。さあその中央ボール、これは大事にしたい北村。赤松のスリーポイント、いやーっとこれはリングに切られた。デイビッド、あーここは明徳時間をかけます。宮本、さあ残り時間が第4クォーターまもなく10秒を切ろうとしています。ここは時間をかける明徳、これはエンドラインを割っています。中央ボールに変わります。少し表情に余裕が出てきたでしょうか、明徳の選手たち。時計の針が動く、今終わりました。74対62、明徳義塾高校インターカップ高知予選3連覇、15度目の出場を決めました。序盤にねリードを許す場面もあったんですが、中盤に逆転。明徳ね、全選手がこう懸命ねコートを駆け巡りましたよね。そうですね、はい、特にあの第3クォーターのあの三度ですか、はい、あと杉本と狩野のあのスリーポイントシュートなどであの20得点をね上げて逆転したんですけど、あれは竹内さん見事だったですよね。そうですね、まあ、前半からこう続けてきたプレーの一つだと思うんですけども、はい、うん、前半終わって後半に入ってですね、それぞれの選手が、はい、調整をしてきて、んじゃないかなと思います。うん、高知中央も第2クォーター終了時は38対32とリードをうまく、ね、保ってたんですけども、竹内さん、中央が、ね、あえて勝ちきれなかった点というとどんなところになりますか。そうですね、やはりこう3クォーター後半ですけども、はい、ちょっとオフェンスがちょっと停滞をしちゃいまして、うん、その停滞している時間帯にこう明徳さんがリズムよく、バスケットをしたというところが、大きな原因じゃないかなと思います。はい、うん、まあね、高知中央の3年生これで引退ということになりますが、高知中央は次のチーム作りに向けて、まあ、どんな点を評価していけばいいですか。そうですね、高知中央高校さんはレギュラー5人のうち3名が3年生、はい、ですけども、柳田君とですね、有雄君の方は2年生ということで、うん、まあ、新チームになっても、主軸として残ると思いますので、まずはこの2人の、ピックアンドロールとか、この2人ではかなりアドバンテージが取れると思いますので、ここを生かして後の、メンバーがどのようにこう関わっていけるのかということがすごく、うん、今後のチーム作りをする上では大事になるんじゃないかなと思います。またね、新チームコーチを大いに期待したいですよね。はい、そして、勝ちましたウィンターカップでの、明徳の戦い、どんなところを期待されますか。そうですね、やはり注目、ウィンターカップの方でも注目すべきは三藤君、はい、が注目はされるとは思うんですけども、まあ、三藤君一人のチームではないですので、デイビッド君とかは、うん、今年入って途中から合流してますので、はい、チームとしてまだこう、歯車があった状態では決してないとは言えますので、あと数ヶ月、通してですね、
数ヶ月じゃない、あと数日ですね、数日通してですねチームをどのようにこう作っていくのかっていうところも非常に大きな、ところになるかなと思います。全国大会ではね、明徳の活躍も大いに期待したいと思います。決勝戦解説は高知工業高校バスケットボール部コーチの竹内智弘さんにお願いしてまいりました。竹内さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。